こんにちは。早速ですが見てください。すぐ近所の、ぶどう直売所の方からですね、たくさんぶどうをいただきました。ありがとうございます。そしてぶどうだけでなく、ぶどうジュースの作り方を教えていただきましたので、今日はですね、ぶどうジュースを作ってみたいと思います。まずはぶどう 1kg 量ります。洗いながら粒だけ外していきます。次はレモンを使います。レモン汁を絞りますので、まあ、こう適当に切って絞ります。このレモン汁は最後に使いますので取っておきます。絞り終わったレモンの薄皮を集めていきます。レモンの薄皮を先ほど取った、ぶどうに混ぜます。鍋に移して潰します。 2,30 分火にかけて煮詰めます。25分ほど煮込みました。ざるや布で干します。 1kg のぶどうからおおよそ 360g の汁が取れました。汁に対して 50% から 60% 砂糖を入れます。ちょっと甘めがいいので 60% の 216g 入れます。ぶどうの中に砂糖を入れて再び煮詰めます。約20分ほど煮詰めました。冷えたお皿に一滴垂らしまして、これが流れ出さなければ OK です。最後に用意しておいたレモン汁、こちらを、好きなだけ入れます。そうですね、まあ、大体半分ぐらい入れてみましょうか。ここまでくればよく混ぜて瓶に入れて冷やして完成です。できました。こちらは原液になりますので、3倍ほどに薄めて飲んでくださいとのことです。まずは水で割ってみました。いただきます。お、甘い。思ってたよりか結構甘いんですけども、まあ、その甘さの奥にですね、そのぶどうの酸味とか酸っぱさが顔を出す、そんなジュースだと思います。なるほど。これ多分なんですけども、まあ、レモン汁は全部入れても良かったと思います。で、砂糖は、まあ、60% で試したんですけども、 60% では、まあ、かなり甘めになります。甘いのが好きな方は 60% でどうぞ。次はですね、炭酸水で割ってみたいと思います。いただきます。お、お、これや、これはね、本当に美味しいです。炭酸水で割るならこれぐらいの甘さがいいかもしれませんね。炭酸好きの方めちゃくちゃおすすめです。ぶどうジュース作り、これはですね、面白いです。砂糖の量とかレモンの量とか、多分その自分の好みの分量というのがちゃんとあるんですよ。それをですね、こう探しながらまた作ってみたいですね。ぜひ皆さんも試してみてください。それではまた。